Oh,
様、この賛美の時をありがとうございます。さらにこの後メッセージの時を持っていきますが、どうぞ主ご自身が、豊かに御言葉を通して語ってください。また陽塚さんの方では紙芝居を通してお話がありますけれども、それもよくわかるように助けてください。文句も祝福してください。感謝して委ねます。期待します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。